水戸市の高瀬中学校の夜間学級で敷地調査が行われるのは、おととし12月に続き2回目です。調査は、録音した音声を聞いてひらがなやカタカナを書くなど90の問題に答えるもので、90点満点で採点されます。おととしの1回目の調査で、生徒8人の平均点は67.1点でした。 識字調査をした国立国語研究所は前回の結果と比べることで日本語の読み書き能力の変化を調べたいとしています5点でも10点でも上がっているとしたらここで学んだことが何らかの形でこの識字の力に好影響を与えていたと日本で本格的な識字調査は1948年以来実施されていないということです 国立国語研究所は日本に住む外国人が増えていることなどもあり識字率の実態を調べるため全国調査へ広げたいとしています。